自分の作品を見てもらいたいと思うんだったら他人の作品ちゃんと見なさい、作ることだばっかりになってしまうんですよ、うんうん、でもなんでそんな展覧会行かないのっていうぐらい課題も多いっていうのはあるんですけれども、うんうん、その他人の作品を自分がどう受け止めてどう言語化できるかっていうそのトレーニングをしておかないと自分の作品を語れないじゃないですか、うんうん、でそれはすごく若いうちには必要だと思います、うん。